どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はですね、オセロニアのガチャの演出について、皆さんからいただいた情報や私が今まで撮ってきたガチャ動画をもとに検証していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、まずはですね、 S ゴマの排出を音で見分ける方法です。ちなみにですね、私の今まで上げてきたガチャ動画 S ゴマが出た時に必ずねこの音鳴ってました。ツイッターでもですねこのような情報をいただいています。ガチャーンとレバーを下げた後にバーンキュイキュイバーンキュイキュイバーンキュイーンの後にブーンと低い音が鳴ったら S ゴマ確定ということです。まあね、とりあえず実際の映像見てみましょう。それではやっていきましょう。ガッチャン。まあまあこれで S ゴマは確定ということなのかな。お、ウルト来た。さあ誰が来てくれるのでしょうか。まあまあこれで S ゴマは確定ということなのかな。お、ウルト来た。ガッチャン。来い、ブルッと来い。くー、来ない。ガッチャン、お願いします。どや、来い。お、来てる来てる来てる。1枚入ってた、1枚。はい、ということで音で聞き分ける方法いかがでしたでしょうか。ちょっとね、私の手元にゲーム音のみっていうデータがなくてですね、ちょっと私の声がかぶっちゃって聞き分けづらくて申し訳ないんですけど、個人的にはあのドゥーンっていう結構低い音で聞き分けるのが分かりやすいかなって思いました。さあそれでは続きまして、かけらの混入演出についてです。もう皆さんご存知だと思いますが、虹のかけらの混入は S ゴマの確定演出となります。ちなみにですね、こちらはランダムな演出のようで、虹のかけらが混入しなくても S ゴマは出るようですね。続きまして、諸説あります金のかけらの混入についてですね、こちらはですね皆さんのお話を伺ってみたり、ちょっと自分のガチャ動画検証してみた結果、どうやらガチャイベントでピックアップされているコマが出やすくなっているよっていう合図のようなものですかね。確定ではないようですね。例えば超ゴマパレードで言うと超ゴマとか、毒コレで言うと毒ゴマなどですね。これはですね B ゴマや A ゴマにも当てはまるようですね。ちなみに確定ではないので、金のかけらが混入しても全然関係ないコマが出ることもあるようですね。続いてスマホのバイブレーション演出についてですね、こちらもですね虹のかけら混入と同じようにランダムな演出となっています。ご自身のですねスマホのバイブレーション機能をオンにしておくと、ガチャマシンが一番光った際にスマホがですねバイブするようになっています。ランダム演出なので、この演出がなくても S ゴマは排出されるようですね。あと噂で光の演出の違いなんてものもありましたけど、 S ゴマ当たった場合と当たってなかった場合のガチャ動画をスローモーションで見比べてみたんですけど、そちらはね目立った違いはですね確認できませんでした。最後にですね、ガチャで爆死した際に、自分の顔が死んでいる演出があるそうですね。そちらもね検証してみてくださいと依頼がありましたので、先日のですねアズリエルピックアップガチャでの、爆死の際のですね表情を見ていきましょう。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。